見すぎ。味方ゴールの前にへばりついているばかりにリベロの仕事じゃないぞ。分かった。タイに取られた4失点、全日本の守りの中心にならなきゃならない僕の責任だってことも十分分かってるさ。マークが厳しい。翼シュートを打つことができません。ナミールタイユースディフェンスの間を取って味方にパスを送ります。そして懸命に攻めていく日本、しかしタイの堅い守りの前にゴールを上げることができません。チャンスを作っても決定的に力不足だ。こんな時にヒューガがいてくれたら。翼、俺が決めるしかない。翼強引にシュートか。お前のシュートは俺が止める。あーっと、しかしシュートコース際を踏んだ。飛び込んできた。完全に塞がれた。どうするんだ翼。決める。翼さん、なんと翼ヒールでバックパス。そしてその後ろには見すぎだ。見すぎ。全国少年サッカー大会準決勝、あの時君と会わなければ僕は心臓病に打ち勝つことも、再びこうしてフィールドに立つこともなかっただろう。見すぎ。見すぎ君。翼君、僕は君とワールドユースを戦うために、日本のワールドユース優勝のために復活したんだ。僕たちは勝つ。誰でも同じだ。止めてやる。こんなボールでジャンプ。あーっと、しかしこれはブンダークの頭上遥か彼方。力みすぎたのか、シュートミスか。バカめ、狙いすぎてうんちしたな。クロスバーを越えて、おーっと、ボールが沈んだ。なに、あー、これは見すぎちゃった。ドライブシュート決めるか。よし、4-4、日本ついに同点。ナイスシュート、ミスリ君。翼君、君のバックパスのおかげだよ。やったな、三杉。それでこそ全日本のリベロだ。